安住の浜子は、日本書紀などに伝わる古代日本の豪族。別名を黒友とも言う。古事記には彼に関する記載は存在しない。聖和連。発祥の地は、和名類樹上によると、筑前国カ谷郡、四賀号から安住の号にかけての一帯とみられ、摂津国西成郡には安住港の地名もあった。それぞれ、現在の福岡市東区滋賀島から、 カ谷郡新宮城、大阪市中央区安藤寺町にあたる。当初は九州の天野町であったが、大和政権に帰属した段階で、摂津に拠点を移している。古事記、日本初期のイザナギノ人の禊の場面で、水の底に潜って、身を洗い清め時に生まれた渡積の神を始祖としている。新先生四六には、渡積面積豊玉彦美子保高み命の後なりと、ある。 各地の解任部、安住の部を統率し、各地の天を率いて、大王に奉仕した。柏弟子と共に食前を干渉し、発世紀には内前部前を務めている。解任部を水軍としても編成しており、厚見、厚見、朝香などの地名は、安住の死に由来するという。浜子は、大浜宿根の子として生まれ、弟に、安住の犬会連、真剣監視の祖である前島子がいる。 日本初期巻十二によると、推定三百九十九年、住吉中津美子が、仁徳天皇の皇太子である、伊沢保明王子に反旗を翻した際に、中津美子に味方しようとしたという。中津美子の九州から逃れた伊沢保明王子が軍を再編し、立田山を越えたところで、数十人の武器を持って追いかけててくる者たちがいた。皇太子はそれを見て怪しみ、 近くにやってきた時に人を使って尋ねた。彼らは、淡路の農島の天である、安住の蓮浜子の命令で、中積子のために大使を追っていますと答えた。そこで、副兵を出して、取り囲んでことごとく捕まえた。その後、皇太子の弟の水原家王子が、住吉中積子暗殺を報告し、村江宮家を与えられたその日、安住の浜子は捕らえられた。 理中天皇は、即位後の四月に、安住の浜子を呼び出して、彼の罪は死刑に値するが、恩を与えて、死を免じて、罪を与える、として、その日のうちに、敬遠だ。諸刑府、第二冊に収録された、山と少年及び、海地家系図には、大浜少年の子である浜子が、安住連祖とある。以上が浜子に関する記録のすべてである。安住の連一族は、 天武天皇13年に発色のせいで、第三位の宿根性を得ている。安住のレオハマ子が、住吉中積子と組んだ背景には、住吉と安住のが、いずれも、南波の地名で、二名が、地縁上、親しい間柄にあったことを示しており、上記に述べたように、安住野氏が拠点を南波に移して、中央政界に接触し、解任の裁量としての地位を獲得し、 天皇の庭の三儀城を基盤として、勢力伸長を図ったことを表している、と、眉積行動は述べている。和直の祖である、和子籠もこの時に離反しようとしており、彼と淡路島の解任集団とのつながりも見てゆく、必要がある。前代のぬか田大中彦彦の伝承で、出雲神の祖である、大薄根が韓国から子籠を迎えに行った際にも、 解人集団の水手が活躍しており、住吉中積子の伝承でも浜子に引きられて、淡路の野島の解人が暗躍している。結果として、中積子は倒され、安曇野市の中央政界への進出の夢は継いえた。その後は、食前に奉仕する、友の宮津子氏族として、中流貴族としての地位を築いていった。以後しばらく、 安住の氏の顕著な活動がなかったが、水古天皇の時代あたりから、再び活動し始め、安住のひらふらを排出することになる。ありがとうございます。